こんにちは。今日はね、前回の続きなんですけれども、動画編集ソフトについてのお話をさせてもらおうかなと思います。このチャンネルでね、やるのもどうなんかなっていうふうにちょっと考えたんですけれども、まあ、例えば演奏動画出したいとか、あとはね、まあ、ギター系の YouTuber になりたい、商品の紹介とか、エフェクターの紹介とか、ギターの紹介とかしたいっていう方もね、いるのかなと思って、まあ、動画にしようかなと思って、一応紹介させていただきます。自分でね、僕がこう思うことなんですけれども、僕はどちらかというと、DAW ソフトよりも、こっちの扱いの方が長けてるんじゃないかなと、自分ではちょっと思ってるんで、まあ、ぜひね、こっちの方も参考にしていただけたらいいかなと思います。まずね、DAW ソフトと同じで、動画編集ソフトっていうのも本当いろいろあって、もうどれ選んでいいかわからないですよ。結構多いと思うんですよ。多分 DAW よりも種類がかなり多いです。特に最近はね、やっぱりこの動画の文化っていうのがすごく広まってきて、誰でも動画編集ができる時代になってますんで、この中からね、まあ有名どころというか、使いやすいソフト、紹介させてもらおうかなと思ってます。まず最初に紹介したいのが iMovie なんですけれども、まあ、これはね、演奏動画出したいって人におすすめです。とりあえず、Mac 専用のソフトなんですけれども、 Mac 持ってたらもう標準でインストールされてるんで、まあ、その場で使うことができます。演奏動画っていうのは、特に凝った編集っていうのが必要ないので、最初とりあえず無料でやってみたいっていう方はとりあえずおすすめです。ただね、iMovie ちょっと難点があって、そのフォントがね、もうあるテンプレートの中からしか使えないとか、そういうデメリットがあるので、まぁ、ちょっとそういうのが難点かなと思います。で、次なんですけれども、ダヴィンチリゾルブっていうソフトがあります。これはね、聞いたことない人の方が多いかなと思うんですけれども、もともとは、色編集に特化したソフトになります。聞いたことがない人が多いっていうだけで、これハリウッドの映画とかの色編集とかにも使われてます。すごい、優秀なソフトです。で、色編集に特化してはいるものの、これぐらいの動画編集だったら全然できちゃうんですよ。で、これがね、無料でできるっていうのはすごいいいんじゃないかなと思います。ちなみに Mac、Windows 両対応なんで、どちらでも使えるっていうことですごくいいと思いますよ。ちなみにこれ使ってるダウンロード数というのがね、200万ぐらいあるらしいんですけれども、後で紹介するファイナルカットプロの購入者数と同じぐらいだそうです。とりあえずやってみたいけど、まあ、パソコン買って機材買ってお金ないよっていう人は、まあ、とりあえずこれでやってみるのもいいかなと思います。次ですね、ワンダーシェアのフィモーラ。これはね、もうすごいわかりやすい。もう誰でも触れる動画編集ソフトじゃないかなと思います。なんか直感的にこうパパッと触ってって、ああ、こんな感じなんやっていう感じがね、すごくつかみやすいソフトかなと思います。で、有料なんですけれども、1年間で6000円弱で、永久ライセンスで8000円ぐらいだったかな。謎のこの2000円の差っていうのがあるんですけど、まあ絶対永久ですよね。この2000円しか変わらないんだったら。すごくわかりやすいソフトで、アニメーションの表示がすごく綺麗なんですよね。これはね、プレミア使ってる方がこんな感じに作ろうと思ってなかなかできないっていうのをね、耳にしたことがあるんで、まあ、ここはフィモーラの売りなのかなと思います。とりあえず使いやすい、もうとりあえずやってみたい、有料のソフトでもいいからやってみたいって方はこれかなと思います。で、次ですね、アップルのファイナルカットプロ。まあこれもアップルが作ってるソフトで Mac 専用なんですけれども、まあそうですね、 iTunes の完全上位互換っていうところですかね。こっからはまあだんだんね、プロユースのソフトになってくるんですけれども、すごく自由度が高いです。まあ割かし何でもできます。その 3D とか、VR とかそういう特殊なもの以外だったら何でもできますね。で、価格がね、やや高い。3万4000円ぐらいだったかな。まあ、これもアップストアで購入することができるんですけれども、まあ、これは限りのソフトなんで、これ買ってしまえば、まあ、大体どんな動画の編集でもできるかなと思います。難点といえば、アップルの意向によって大幅なアップデートがいきなりされる可能性があるってことぐらいですかね。まあ、最新の MacOS の対応はね、Logic Pro と同じですごく早いんですけれども、まあ、そのアップルの意向でいきなりソフトの使い心地とかガラッと変わってしまったりとか、先日の iOS14 のインストールされた方っていうのはすごく使用感が変わったと思います。だからこれがどこに行った、あれがどこに行ったっていうのをアップデートのたびに探さないといけない可能性っていうのが、まあアップルのソフトには出てきやすいかなと思います。今のところはね、そういうのはないんですけれども、新しいモデルの Mac が出た時っていうのがやっぱ要注意かなと思います。そろそろ危ない時期なんじゃないかなと思うんですけれども、まあなかなかね、使い心地いいっていうか、もう直感で触れる感じがすごくいいと思います。最後ですね、
皆さんね、アドビって聞いたことありますかね。多分ね、こういうのね、見たことあると思うんですよ。スマートフォンでも PDF ファイルとか開くとき、アドビのソフトを使ってるんで、多分ね、何かしらで見たことはあると思うんですけど、アドビのプレミアプロ。これはね、何でもできます。できないことがないって言ってもいいソフトだと思います。例えばね、CG とか 3D の映像とか、あと最近で言うところの VR ですね。この辺の映像っていうのは、今言ったソフトの中だとプレミアでしかできません。まあ、ダヴィンチスタジオっていうね、ダヴィンチリゾルブの、上位の有料のソフトがあるんですけれども、これになると VR とか作れるらしいです。ただ、ダヴィンチリゾルブとできることっていうのがさほど変わらないので、まあ、多分ここまでやりたいって人はこの動画に来てませんよね。なんで、まあ、その辺は割愛させてもらおうかなと思うんですけれども、とりあえずプレミアっていうのはできないことがないです。何がすごいのかというと、Adobe Creative Cloud っていうのに、これサブスクなんですよね。このソフトだけ唯一サブスクなんですけれども、ここに登録をします。で、必要なソフトっていうのをインストールするんですけれども、まあ、この個々のソフトができることがすごいんですよね。Final Cut Pro の場合、まあ、例えば色の編集もできる、音声の編集もできる、まあ、いろんな編集ができるんですけれども、それをさらに特化させたソフトっていうのがあるんですよ。で、これと連携をして、より良い作品を作るっていう感じのソフトになってます。DTM のハードウェア選びの時にも僕言ってるんですけれども、まあ、おまけとしてついてくる機能っていうのは、それ本物以上にはならないっていう話をしたんですけれども、まさにこれその通りで、まあ、それに特化した機能っていうのは、やっぱり、他のものにはない素晴らしいものを持ってると思います。映画なんかもね、プレミアで作られてる作品が、結構あるみたいで、例えば最近で言ったらシン・ゴジラってありましたよね。あれはプレミアプロで編集されてるみたいですね。まあ、難点といえば、まあ、サブスクなんですけれども、月にね、6000円ぐらいコンプリートプランだったらかかるんで、まあ、年間にすると結構な金額になっちゃうなっていうのが、まあ、最大のデメリットかなと思う反面、最近はね、この動画編集の仕事っていうのもすごく増えてきてると思います。まあ YouTube も盛んですしね、まあ広告出したりする企業なんかも、ああいうのは多分外注してると思うんですよね。で、あとは、まあ YouTuber ですよね。忙しい人っていうのは自分たちで動画を撮るだけ撮って、編集っていうのは他の人に丸投げをします。だからもうこういう感じでね、動画編集の仕事っていうのはこれからどんどん増えると思いますんで、そういう仕事をやりたいって方ですね。は、プレミアプロのスキルを必ず問われます。なので、こういう仕事をしたいって方は、もう真っ先にプレミアをダウンロードして使えるようになっておいた方がいいかなと思います。まあ、各ソフトね、こう、かなりできること、できないことっていうのもね、なかなかいろいろあるんですけれども、まあ、最初に紹介した iMovie から、こう、だんだん、こう、できることが増えていって、プレミアプロに到達するみたいな、こんなイメージで大丈夫だと思います。どんな動画を作りたいかっていうのを、念頭に置いて考えていただけたらいいかなと思います。まあ、これぐらいの動画だったら、例えばできるかなと思ったら、まあ、ダヴィンチリゾルブ。まあ、ちょっとアニメーションとかね、凝ったやつ入れたいと思ったらフィモーラでもいいし、まあ、ファイナルカットプロでもいいし、まあ仕事として動画編集やりたいって方は、ぜひプレミアプロの方を使っていただけたらいいかなと思います。こう動画編集のスキルっていうのもそうなんですけれども、YouTube に動画を投稿するっていうのはね、まあ企画構成、まあ演出で、そこから撮影から編集まで全部一人で、まあ僕の場合はまあそうなんですけれども、これを全部一人でこなすことによって、まあ、カメラの前でこう一人でこう喋り続けるわけじゃないですか。トークスキルっていうのがね、自然と上がっていくっていうこともあるんじゃないかなと思います。もう営業の仕事とかでちょっと自信ないよって人やってみたらね、もしかしたら、いいように転ぶかもしれません。もしね、喋れなくても大丈夫なんですよ、YouTube って。なってカットできるんですから。だからここがね、やっぱ編集の力かなと思うんで、この辺うまいことやればね、いい動画って出来上がるかもしれませんので、もしよかったらね、これチャレンジするなら早めの方がいいと思います。はい、今日の動画以上になります。で、次の動画で最後になるんですけれども、まあ、DTM 動画編集に必要なパソコンのスペックっていうのをやっていきたいと思います。はい、チャンネル登録、評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。